いよいよ新しい東京都知事が誕生するわけですが、はい、どんなことを聞いてみたいですかそうですね、まあ、その都知事が今まで選挙戦の中で一番訴えていた重点政策、はい、どうしていきたいのか聞いてみたいですねそうですよね、はいで、もちろん誰が都知事に選ばれるかによって、質問の内容も多分変わってきますよね、うん、確かにそうですね、はい、そして視聴者の皆さんも、あ自分も聞いてみたいという方、いらっしゃると思うんです、うん、そういう時はどうすればいいんでしょう、はい、ツイッター、そしてファックスでも皆さんからのご質問を募集しています。はい 私たちが代わって新しい都知事に直撃するということも考えています。ご期待ください